ただきます。いただきます。スイーツ好みじゃないんだね。違います。手でもうそのまま、はい、シャベルもついてるんで、シャベルでほじくり出して、かわいい。中は人参のこうピューレになってます。ムースを結構ねつけたので、はい、黄色いムースを。これ人参の本当に甘さと色だけなんですよ。それと生クリームを泡立てて人参のピューレを混ぜただけです。誰か一人だけ本当の土とかじゃないの、うん、それはないです。おいしい。甘みがね、自然の人参の。おいしい。野菜何でしたっけ。あやめ雪かぶという、まあ、あの紫色のかぶなんですけど、うん、あとスイスチャードっていうこのセロリみたいな紫みたいな野菜があるんですけど、これか。紫、広瀬さん紫ですよ。あ、すいません目が合ってしまって。こちらが蒸し焼きしてる。どれがどれが左上のグリル野菜たちがあやめ雪かぶ、スイスチャード、ズッキーニ、スナップエンドウ、知らないネーミング出てきたら分かんないね。スイスチャードってどれですか。これ焼いてやんの。蒸し焼き本当におすすめですよ。美味しいです。何の味に近いんだろう。ほうれん草とか小松菜とかなんか、はい、なんか、うん、ね、どっちかなんか土の味がする。ん、土土の味しちゃダメでしょ、まあ、あと生野菜の方もいっぱいある。ビーツ、赤大根、トマト3種類、うん、バジリコ、うん、トマトドレッシングですね。これだ。そしてジェノベーゼのソースで。父さん何行きました。うん、お肉食べてます。お肉行きました。はい、手前の方は熊本の赤牛という赤牛、はい、さっぱりそんなに脂が強くないですね、うん、食べやすいです。ちょっと味比べると分かると思うんです。奥の方が葉山牛って少し脂が多いので。あ、確かに。肉美味しいですか。肉美味しいですね。お肉、うん、すごい柔らかいですね、肉。さあ、あやさん、お味の方いかがですか。うん、美味しいです。美味しいです。